お疲れ様です。なんと新環境でロケット方式が強化されました。なんでって、はい、いうことで、あのですね、予定にはなかったロケ方がね調整されました。というのも、まあ、ちゃんと理由があるんですけど、こちらカブトムさんがまとめてくださってんですけども、まあ、プリンセスタワーとの相互作用の矛盾を修正することが目的ですよということで、まあ、なんか右サイドと左サイドで多分ねタワーを攻撃するまでの若干ミリの多分違いとか、まあ、なんかバグ的な、はい、要素をちょっと直そうとしたっていうことで、まあそしたらなんか強化になっちゃったよみたいな、はい、感じですね。初撃が速くなりましたということで、超絶強化されたとかではないんですけども、まあ、今までよりね、なんかすぐ撃ってすぐノックバックしてちょっと残りやすくもなってるし、そのミリがだいぶ響くんじゃねえかなということで、こちらロケ砲無課金迫撃やっていきます。まあ、ロケ砲といえばこれだよねっていうぐらい、ちょっとロケ砲この枯渇迫撃はね、僕すごい好きなんですけども、完全無課金編成です。はい、ロケコってノーマルだっけ、ノーマルが6枚でレアスーパー1枚ずつなんで、ほんとクララ始めたばっかの人でもね、はい、手に入れれば育てやすいしね、使いやすいんじゃないかなということでやっていきましょう。まあ無課金よりな編成なんで、このナイトがバルキリーだとか、まあローリングウッドではなくね、俺ウッドあるわって方はウッドにしたりだとか、まあなんかちょっとずつグレードアップさせても全然いいとは思います。はい、ということで、まあ、ロケ砲は大型に強いんですよ。まあゴレとか、ラバとかそういった相手に強い。まあ矢の雨を持たれてるとまた戦いにくいかもしれないんですけど、まあこれはね呪文枯渇、迫撃なので、まあギャングやりゴブスケバレとかにこう矢の雨を使わせつつ、そしたらロケ砲が生きるみたいなところがあるので、まあ結構ねゴレとかラバとかてか、まあ普通矢の雨持ちにもまあ勝っていきたいデッキではあるんですね。さあ、でここでロケを出して矢の雨打たれます、打たれます、はい、そしたらギャングを出してね、ザップ打たれますみたいな、そしたら逆サイも攻めてねみたいな、はい、もうこれですっていうのがこのデッキの強みなんで、まあ、ちょっと今シーズンねリゴレがちょっと強そうみたいなところもあるんですけど、まあそのエリゴレにも戦えるゴレとか、まあファイボもあるんでね、ロケ砲の拡散プラスのファイボとか、まあロケ砲2周3周はい出してあげるみたいな感じで戦えるとね、本当に使いやすいデッキの一つだと思ってるので、まあとりあえず攻めようか攻めて、まあロケ砲で回収したいよねみたいなのが俺の理想なんでね。でもこれも延命できそうなら気持ちね。でこれギャング出したいんですけど、おこれは出します、延命ね、これが強いっすよね。さあザップ使った、まあ矢波があるかこれにはね、うん、まあ、攻めてやりゴブで回収、ギャングで回収、ロケ砲で回収で、またスケバルで攻めてみたいな、この無限サイクルがねやっぱ地味に回転早いんですよね。これがだからちょっと相手ついてこれない、きついと思いたい。さあ気持ち延命してあげて、これで迫撃入ってるんで、言ったら俺も守ればもう勝ちみたいな、守れるかなだいぶ怪しい、だいぶ怪しいけど、さあ矢の雨、まあ、これはちょっと延命できなそう。あれ勝手に残った、幸せです。勝手に残ったなら残そうで、ここでまた攻めてあげてね。このなんか無限ロケ砲サイクルがね相手からしたら結構きついと思う。うっ延命、あ延命できませんでした。でも今矢の雨使ったんでこのロケ砲強いよね。もうこれです、無限です。サイクルがねどん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 相手がきつくなっていく。あーなんかいい位置にちょっと来ちゃったっすね、ディガーが。だから相手が今回矢の雨ザップ持ってるんですけど、矢の雨ザップでもちょっと足りない、しかもエレキもいるっすからね、矢ザップエレキいてこのロケ砲小物についていけないってなると、まあ、だいぶちょっと苦しい。もういい位置なのよさっきから本当にね、これ矢波使ったらスケバレがねみたいな、はい無限に、あのダックプレイは許容でいいですね。俺はもう右サイド攻めたいんです。でスケバレにね、あそっちに使ったらこれはみたいな、でここにまあヤザップ使ってもやりゴブが次出てくるよみたいな、はい
いや、この呪文効果、スケバレ、やりごぶ、ギャング、ロケ砲、これが高回転っていうので、まあ呪文持ちにも戦える。まあだから大型今期流行るんで、結構メタとしてはロケ砲あると思うんですよね。まあロケ砲以外にも全然ファイボデリとか呪文で頑張るパターンもあれば、まあいろいろあると思うんですけど、まあ大型対策の一つはロケット押しなので、ちょっと対大型苦手だよねって方とかはね、意外とロケ砲入れるのはおすすめですけどね。使いやすいしね。たまたまバグ調整で強化されたんでね、使い得です。はい、でスケバレいってらっしゃい。スケバレも飛ばしとけば、これ出しとけばね、勝手にダメージ入ったりもするんでね、皆さんこれは来たんじゃないですか。環境、ザ環境の顔をしてる。それはね、素晴らしい。で今回トルネイヤですね、ヤナミ使ったんで、まあちょっと攻めちゃおう。でこういうのも嫌がらせで延命するのもありですよ、嫌がらせで。でこっちに対応さしてみたいなね。ヒーダーボーラーは分かんないですね。アイスイズまでいて難しい。よいしょ、もうちょっと重そうデッキが。無視でいいか。でまたスケバレ飛ばしてあげて、でまだロケ砲で回収。まあこれの無限繰り返しっすよね。はい、ヤナメ、ちょ、あの迫撃砲じゃねえわ、ボム邪魔だな。ちょマジで攻め迫でもよかったんですけど。おお、 LJ か。まあこういうのはね、防波置いとけばなんとかなるんです正直。まあでもロケ校を今回相手がヤナメなんですけど、早めにこう出してあげて防衛でね、あ防衛でって何、相手に1周目のヤナメを使わせたい。これヤナメ使わない、おーおお、ヤナメ使わせたいんですけど、なんか死んだロケ校。スケラに処されました。いやまさかのすぎてやばいな。その1周目にヤナメ使わせて国会で回して2周目を刺すっていうのがね、まあ理想ではある。でもエリジャーあるんで迫撃置くのはね、あんま良くなかったかもしれないんですけど、まあでも意外とロケコとかヤリゴブとかで守れちゃう。無限です。でまあ負け筋はね、320削れないことですけど、多分削れると思うんですよ。まあ、ファイボでもいいし、これロケコでもいけますね。こういうのいってらっしゃい。しかも初撃ちょっと速くなってるっぽいんで、ただ見てからだったらロケ砲のね、間に合わないんじゃないかなっていう気もしないこともない。だから高回転ロケ砲ロイホグとか、まあ、ロケ砲ホグでもいいんですけどとかもちょっと強そう今シーズンは。まあデリバリー積んでもいいかもっすね。高回転そのホグロケ砲だったら、ロケ砲デリバリーで大型も頑張って仕留める。スケドラも強化されちゃったんでね、大型にちょいちょい入ってくる、なんか地味厄介なスケドラですよね。まあロケ砲の範囲でしばけるんで、まあ、ロケ砲たくさん出していこうぜっていうのが今シーズン、まあその環境対策の一つではありそう。さあゴースト、まあバグ直っただけなんで強化と捉えるか。あれですか、人それぞれですけど。さあ着衣はね、ファイボに、このファイボの処理できると美味しいですからね。ちょっと弱いファイボに。さあ着衣ゴーストか、おージンギー、いやゴブリン強。そういえばゴブリン下放されたわ。単品ゴブリンの出てくるまでの時間なんで、まあギャングとか何も変わってないんですけどね。さあまあスケバレ飛ばそう。やべ飛んじゃった、マジ飛ばしとくっす。まあキング起動されちゃうとかだったらあんま飛ばさない方がいいんですけどね、鳥の持ちとか。よいしょ、もうこれだけで結構きついですよね。さあレイジー、まさかのレイジー、
やでこのロキコねキング起動されちゃうんですよね。でもこのデッキの一ついい点があって、そのキング起動されなかったんですけど、されても別いいっていうディガーとかないんで、スケバレの落下も全然届くし、そんなキングにね大きな影響を受けないっていうのがねいい部分。あーいやいてさあ、マジアチャーチャクいい、タルレイジちょっと厄介っすね。なんでこんな呪文多いんだ、みんな新しいアイゴレだ。さあまあスケバレの落下でね、私は生計を立てさせてもらいます。迫撃正直防衛でもいいかもな、なんか攻めででも使いたいんですけど、ただねあれで削り少ないんだ。いやここでレイジ落とされたりするのか。うん、まあまあまあ耐える、お前はダメなんです。これ耐えたらね勝てますよ。なぜなら相手の呪文がレイジなんで、レイジのダメージ受けなければもう突破されない。オーマイグッネス、これでもロケオ強いですよ、ロケオ強いですよ。陸受けはいっぱいありますよ、陸受け豊富。さあカウンターです。あじゃあじゃあじゃあしゃい、あーまあこれはおミスってる、これロケがちょっと延命できそう。下がれ、あーなるほどね、下がんないで。ロキコちょっと強い、まあ、アチャクイとかマジアチとか意外と嫌なカード多いといえど、さあロキコ残ってるんで、ここでもどんどんいっちゃう、どんどんいっちゃう、どんどんいっちゃう。であのアチャクイとかもちょっと邪魔だなと思ってファイブとか打っちゃって、やりすぎ大丈夫よね、耐える、うっうんうい、いいね。あこれ俺の反応が、反応がちょっと間に合わなかった。あーその辺はねお上手けど、けどね耐えれちゃうんですよ、なぜなら陸受けがいっぱいあるんで。いやこれやり込みギャングとかもなんかここ最近地味に強化を受けてたじゃないですか、やり込み射程伸びたり、なんだっけ、なんかめっちゃ強化されてる気がする、ギャング系も。これ落下通れば勝ちです。ちなみにあ勝ちです、はい。なんかねやっぱまあインフレがずっと続いてるんで、なんか地味強化地味強化地味強化を、まあ、繰り返したね。そこさえリゴレですよね、エリゴレも強くなって、ダクネムヒーラーも今回来てる、エリゴレ強そうとか、ヤリゴブギャングちまちま強化されつつの今回ロケホンも来てるんでね、こうやって無課金反撃もだいぶ強そうだよねって話ですよね。さあロケコがいいな、ロケコが勝手に守ってくれるかんね、勝手に自分で生き残ってくれる、やる気があるユニットは素敵ですよね。さあスケバレもうこの落下ダメで嬉しい、まあないと。さあヤナーム打たれる、まあヤナームぐらいなら全然ね、なんか小さな圧をいっぱいかけるのが大事ですね、このデッキは。タルデスプレッシャー、ハシマイヤリゴブ、ハシマイギャングみたいな、スケバレみたいな、もうめっちゃ攻めてくる。でもこれだけで勝手にカウンターになりますから、守っただけですよ。やなめあるバルキリー、うーバルキリー強い、ダムね。でこれもはい守りつつ地味にねプレッシャーをかけていく、やめろ、あー強、まあ嫌だったんで、スケバレに矢使わせられると俺はもうロケオもギャングもやり込みも全部防衛で使えるってことになるんで。おうメガゴリラ、これキング起動ちょっと狙ってもいいですか、できないかもしんないけど、これよくミスるんですよね。うん、いやおい、なんか綺麗じゃないけど。もう一回来ちゃう、本物だ。ちょっと待って、ホグがいるんですよ、ちょっとめんどいな。でバルキリーっしょ、ちょっと待ってよ、まあ一回守ろう、迫撃延命した方がいいっすね一回。
まあでも、うっ、やりごび優秀すぎ。まあこれは仕方ないか。迫撃で守ってもよかったけど、これ攻めます。スケバレまで行っちゃいます。はい、もうガンガンね。なんか後半はもうロケコも出して、なんかいっぱいやりまくった方がいいです。出しまくった方がいいです。それだけで強いんでね。それで適当に低コスト出して柳使ったっしょ。だからやりごびで攻める。でまたスケバレちょっと次早く回して出したい。これもう やりすぎかもしんないけど、やっちゃうやっちゃう。でもこれなんか飛ばしてくる強いね。でもローキックでまた回収できるんだよね俺は。だからちょっと端前でダメージを稼ぎたい。で延命してあげて、やっぱ低コストなのがね強いんですよこのデッキの良さで。スケバレ飛ばして、これメガないときてもスケバレ相手守んないといけないし、ロケコが残ってんすよ。で矢の雨で入りそうにないようにちょっとね距離を空けてね。これがやばいんですよね。最後の 2,3 倍タイムの無限迫撃スケバレロケコラッシュ、これがちょっと強いんで、まあ、ぜひちょっと覚えておいてみてください。意識で最後はもういや行きまくった方がいい。でまあ一応両サイ攻めれるっちゃ攻めれるかもしんないですね。片サイでどうしてもきつい遅延スケラとか、そう片方だけ攻めても守られてカウンター来ちゃうんで、まあそういう相手にはねちょっと両サイド振って振って振りながらのがちょっといいかもね。いやーロケコちょっといいなー。やっぱり俺もね防衛意外とむずいじゃないですか。大型の結構苦手な方なんですよ僕も。なんでそこに対してがやっぱロケコあるだけでねだいぶ守りやすくなる。ウィザー強いって。さすがにヤナム来るな。でここはねヤナム打たれたとしても、じゃあこっちのスケバレあんた守れんの、のこれ強いですね。そのナイトやりごぶギャング系の逆のスケバレ、そうするとこっちが入る。今のね左サイドにスケバレ飛ばしてるとウッドだけで終わってるんですよ。なんで意外とまあタルやりごぶとかでもいいんですけど、タルギャグとか、まあ、そういうのの逆スケバレですね。まあ、さっきぐらいイケイケだったらもう同サイドかませばいいんですけど、状況によっては逆の単品スケバレ飛ばすだけ厄介ですからね。ファルチェもウィザードも来ない。寝たんですかあなた。寝たです。何してるんです。おやすみなさい。いやーなんで特殊すぎんだろ。マジでだいぶ親フラだった。まあ、一応守るか。頑張れやりこぶ。うい偉いね。マジスケバレ飛ばすだけなんでね。なんかロケ砲スケバレ、まあ、あとはなんだろう、そのボーラーとか、まあなんていうの、俺が嫌いなだけなんですけど、まあそのダクネとかこう出しとけばその後勝手に仕事してくれるキャラっているじゃないですか。クララって、だってゴレダクネ組んだらそれだけでタワー折れる可能性もあるじゃないですか。でロケコとかもなんか出しとけば勝手にノックバックして勝手に残って、相手がユニット出したらまた勝手に後ろに下がって残ってみたいな、勝手にしてくれるんですよ。それね結構クララワで大事な要素というか、強い要素だと思ってて、そのカードがあるのはね、自分で操作しなくても勝手になんとかしてくれるんですよ。そうだから意外と防衛苦手な人とかね、さっきも言ったけど攻めが苦手とかあるなら、そういう勝手になんとかしてくれるカードを使っとけばなんとかなるんですよね。はい、まあ、それがロケコ、スケバレ、まあ、ダクネとかその辺だと思うんですけど、自分で何もしなくていい、ユニットが勝手にしてくれる。はい、であと530か。530、まあどうしよう、まあ、スケバレでファイボ2発とかですかね。あーでもダメージでも入ってるっすね。スケバレの落下がロケオがかすったんかな。おい、あ、おい、いい角度ですね。あれあれで入るんだ、ありがて。さあロケコだね。まあ、ロケコ対策は矢の雨かタルババとかですかね。
スケラとかにも弱いですね、ロケ砲はね。結構端前から出しとけばなんとかなると思ってます。端前うっとね。あー、見え、今ゴブリン見たっすか。なんか違和感あったっすね。下方です、あれが出るまでの。使いにくくなったってことですね。やや時差がある。速攻性が少しだけダウンしたって感じかな。まあ、回ってきてすぐ出して、ね、2コスで軽く出してみたいな。前が強すぎたか。いやー、今回の相手ね、高回転ウォールブレイカードリル。いやー、このロケコ、あー、キング起動、あのミスってる、これミスってるのでかいですね。アウト使う、これ結構あるぞ。アーチャーの竹取りたい。よし、よい、ゴブリンがいや、でかい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 。いや、今回ね、意外と引きこもられるとそう削れない可能性があるんですよね。僕がボムでしっかりスケバレ落下を抑えつつ迫撃向けられたりしてくると、最後の最後はもう確実にリガーとポイズンでチマ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 ダメージ追い上げられて負ける可能性があるんで、こういう鉄壁の相手には、まあ、両サイド攻めるのもあれば、今回はもうだいぶ削ってるんで、もう意識してね、タイブレイクで負けないように意識して削っていきます。なんでスケバレの落下だね、めっちゃ大事っす。あとこれ拾えるかも大事、拾えなかったです。なんでこのボムがもうない時に、まあ、攻めちゃおうぜ。ガンガン攻めてファイボム打っていきます。マイティやだね、早く潜ってあっち行ってくる。うっ、よしよし、迫撃が入ってんの、やばい、マジでかい。迫撃で攻めてボムタワーとかを咲かせてのスケバレが強いんですよね。これです、危ね、やべ、やっちゃった、痛すぎ。あ、これでも迫撃入りそうだね。熱い、ファイボ圏内、まあ、しっかりだから迫撃で攻めるのも大事ですね。スケバレ単品飛ばすのも強いんですけど、迫撃で攻めてユニットコストを使わせてスケバレの落下ダメージで勝っていく。落下ダメージだけで本当に勝てそうですけど、守れば。さあ、無課金デッキの中でもね、トップクラスだと思うんですよね。やっぱゴリラ系に強いっていうのはね、価値がある。ロケコが、おい、やまじ、ロケコ流行るんじゃないんでしょ、あれでも相手のロケコエイムが、ちょ、確実にキング起動したいなと思って、もう迫撃置いちゃいます。お、そう、だいぶ特殊なポイズンが来るか。いや、これはいいんじゃないですか。相手のランパポイズンナイトだけで守れてますからね。さあ、まあ、始まりです。始まり行って、なんか対応してきたのを回収して、もうこれ落下ダメージです。はい、相手のロケ砲なんかエイム悪かったな、修正されて悪くなったんじゃねえかっていう。だいぶ打つ必要があるかわかんないけど、打ちたかった。やり込み1体ぐらいでなんとかなら。さあ、うっ、うわー、めっちゃいいタル、ちょうどいい。さあ、あと2戦、相手がゴレとかだったらね、その迫撃で攻めていいし、防衛迫撃とかもやっぱ強いんでね。でロケ砲出して、まあ一旦攻めます。攻めからリズムを作っていけると理想ですよね。あー、拾えるかなこれ。うわ、めっちゃいいウッド、危ねえこれ。逆だったら、あ、でもウッド使った、はい、っていうね。これコストちょっと間に合ったらタルとかやっといてもね、よかったかもね。さあ、もうこれだけで苦しい。
いやマジこれ完成度が高いです。だって相手突破するためにはね、ウッドとかザップとかヤナメを使わないといけないのに、使ったらなんかダメージ受けるっていう、ほんとかわいそうですけど、まあそういうデッキなんでね。普通は攻め迫撃の方がいいんですけど、ちょっとお手あの別パターンね引きこもりますでそこにポイズン使ったらあんたらを結構どうすんのよって話ですから、ね、でスキャバレ飛ばして延命してみたいなね。相手なら結構嫌だな、まあ、相手も思ってるか。さあしかもねちょっと射程が長いじゃないですかこの子たちって。射程っていうんですか、その索敵範囲っていうんですか。なんでこの辺で寄せてあげるとまた戻ってくるんですよ。これやばいよな、どう考えても。で気づいたらロケ砲もたまるし、なんかユニットいっぱいいるしみたいなね。まあこれはぶっちゃけ暴落置く意味はあんまなかったんですけど、相手がゴールとかねエレジャイとかだったら置いとけば、置いてロケ砲をしっかり離して2体出しとけば守れますから、嫌な雨だろうが取れんだろうが。はい、でスケバレは回ってきたら飛ばせ、それはちょっと肝に銘じといてください。回ってきたら飛ばすだけでいい、本当に絶対ってそこにコスト割かないといけないんでね。いやロケはちょっと強い、ちょっと強いとか元から強かったわこいつは、マジで強化されてたもんちょっと前に。だから正直弱体化今回ロケ砲が入りますって言われててもまあまあわかるぐらいな感じでしたね正直。けど強化入りました。まあだから謎ではあるけど、まあバグ調整なんで仕方ないっすよねいやバグ調整っつってさ、自分が使ってるキャラが強化されたらすげえありがてえっすけどね。逆になんかもう嫌いなやつが強化されたらふざけんなってなるっすけど。ロケ砲ラッキー調整いいね。いやこれめちゃめちゃゴレっぽいっすね。ゴレちゃんはロケ砲最強ですよ。もうロケ砲置いて、いや一生残るよこれ。キノコこれ槍ゴブとかのちょっかいも強いですからね。なんだかんだダメージありますから。延命しながら対空咲いてるんでね、スケバレの落下も入りますよ。樽で綺麗に抑えられちゃうかな。でもおうまい、トルネで近畿だ。さあでも迫撃がそっちね。いやエリオバすげえ走るな。残した落撃一発ぐらいいける、いい一発。まあさすがにあれは打っといた方がいいかもね。さあ後半ねゴーレムどう守るのって、もう暴白してロケ砲出して、あと意外とスケバレで相手のドラゴンとか対空ユニットを後ろに戻すとか誘導するのも結構ね大事です。さあまあ一旦ナイト出して、これね悩むね。スケバレ攻めてもよかったけどね今一旦、まあドラゴンあるんで。でこの右と左しっかり分けて、こう残ってるっす、これ両方残ってるのやばくないですか。ロケコがでロケコ残ってんで攻めればいいんですよ。でナイトとかでまあ2人いるか分かんないけど、これきついよマジで。キノコがでこれちょっとギャングとか出すとライドラ来ても延命できると思ったんですけど、そっちか。迫撃がお兄さん迫撃入るんじゃないこれ。今日ロケコがあートルネでされちゃったっすね。でも槍ゴブが残ってスケバレの落下ダメージ入って迫撃でどんどんいっちゃうよ。意外とね相手の防衛がお上手なんですよ。いやーでもこれ強えよ本気延命。はい、いやー陸ない無限陸、ういさあ
いやこれね神相性なんですよね本当に。ロケホ相手は突破できないんで、でロケホ頑張って処理したらね、なんかスミ君やりこぼるやん、射程伸びたあいつらがっていうね、はい、そういったところでね、ロケホ無課金迫撃です。いや僕これ結構好きなんでね、ちょっと皆さんもぜひやってみてください。今期増えるとやろうね、エリゴレたちをねしばきましょう。ではお疲れ様でした。まだね。